なるほど。どうした？あ、マリサ。今ね、偉人の名言集って動画を見ていたんだ。それがすごく心に刺さってさ。あ、わかるよ。ああいう感じの動画っていいよな。なら私からも、物理学界の偉人の言葉を紹介しよう。え、なになに？じゃあ今回は、天才ホーキング博士が人類に残した遺言について紹介しよう。おお、ホーキング博士の遺言。一体どんな言葉を残していったんだろう。ふっ。天才博士は驚愕の予言を残しているよ。驚愕の予言、それは気になるぜ。スティーブン・ウィリアム・ホーキング博士は、1942年1月8日生まれの、イギリス人理論物理学者だ。まあ説明不要の天才学者だったんだけど。今回はあくまでホーキング博士の予言を紹介する。彼の功績や人生について知りたい方は、この動画で詳しく紹介しているよ。こっちの動画もぜひ見てね。ということで、ここからはホーキング博士の予言について紹介するぜ。ワクワクしてきたなぁ。100年以内に人類は滅ぶ。まずはじめに紹介するのは、100年以内に人類は滅ぶだ。初っ端からとんでもない予想だね。でも、最近は新型のウイルスなんかも発生してるし、一概にありえないとは言えないのかも。この予言は、2016年12月26日、イギリスの BBC ラジオで放送された。ブラックホールについての番組に出演した時に、ホーキング博士がこの発言をしたらしいんだ。5年以上も前じゃないか。そうだね。ホーキング博士は、1000年先までに、人類の存在を脅かすような大災害が発生する確率は非常に低く。これから100年後に、人類は宇宙にコロニーを持つようになって、地球外でも生活できるようになる。だから、大災害が人類の危機に直接つながることはない。こんなことを言っていたらしいよ。災害は関係ないんだね。じゃあやっぱりウイルス系かな？おう、霊夢。え、当てちゃった？ホーキング博士が考える人類が滅亡する理由は、人工ウイルス、軍拡競争、核戦争、地球温暖化、加速器を使った素粒子の実験、人工知能などだ。こんなにたくさんあるんだね。でも、どれも人類を滅亡させることはできそうなものばかりだし、ホーキング博士の予想は当たっちゃうかも。そう思うだろ？それにこの予想に関しては、ホーキング博士だけが警鐘を鳴らしているわけではなくて、宇宙物理学者のマーティン・リース博士が2003年に発表した、今世紀で人類は終わる、という本では、現代は、科学が人類に甚大な被害をもたらす可能性がある時代。悪意のある者が科学的知識を持ち、行動を起こすのならばなおさら危険だ。と述べられているそうだよ。そりゃ怖いね。ホーキング博士の他にも、近い未来を予想している人がいるってことだな。もし人類が滅びそうになったら、私どうしようかな。もしかしたら100年後生きているかもしれないし。予想がちょっとずれて、60年後とかに滅んじゃうかもしれないし。はっ、霊夢ビビりだな。そりゃビビるでしょ。あのホーキング博士が言ってるんだよ。人類は宇宙コロニーを開発するようになる。続いて紹介するのは、人類は宇宙コロニーを開発するようになるだ。人類移住計画かな？間違ってはいないよ。てか、一つ前に紹介した予言で、宇宙コロニーに移住するって言ってたよね。これは、ホーキング博士とは少し違うんだけど。2017年、英国惑星環境会が、20年後の完成をめどに、1000万人収容可能な、スペースコロニーの制作に乗り出していることがわかっているぜ。20年後。驚いただろ。そりゃ驚くでしょ。英国惑星協会会長のジェリーストーン氏は、10年後に計画を始めれば、20年後にはスペースコロニーを完成させることができるでしょう。とても素晴らしいことだと思いませんか？このように語っているな。随分自信があるみたいだね。コロニーの重力は、人工重力を利用して生活するようになる見込みとのことだ。ただ、地球と同じ 1G の重力ではなく、0.9G や 0.8G など、適度に弱い重力の方が、コロニーや住民の体への負担が少ないらしいよ。へえ、そうなんだ。重力の影響で、コロニーの住民は地球上よりも長生きして、背も徐々に伸びると考えられているんだってさ。私も身長を伸ばしたいからスペースコロニーに行こうかな。ガンダムの世界みたいでワクワクしちゃうよ。20年後の未来に期待だな。地球は宇宙人に侵略される。ブラックホールに落ちても必死で漕げば抜け出せる。続いて紹介するのは、地球は宇宙人に侵略される。ブラックホールに落ちても、必死で漕げば抜け出せるだぜ。めっちゃすごそうな予言きたー。2015年ホーキング博士は、アフリカ北部大西洋上の、美しいビーチが人気の世界的なリゾート地。
カナリア諸島テネリフェ島を訪れていた時に発した言葉だ。これは、ホーキング博士が世界的なサイエンスフェスティバル、スターマスで講演を行うため訪れていたんだけど、その時、スペイン紙、エルパイスのインタビューで語っていたんだ。ふむふむ。地球は宇宙人に侵略される、についてホーキング博士は、もしエイリアンが我々を訪問したなら、ネイティブアメリカンにとって望ましいことではなかった、コロンブスのアメリカ大陸発見と同じ結果を招くでしょう。そのような先進文明を持つエイリアンは、おそらく宇宙をさすらっていて、たどり着いた星ならどこでも支配し、植民地化することを目論んでいます。これに備えるためにも、私の数学的思考では、エイリアンがどんな存在であるのかを追求することは現実の課題であり、全くもって理性的な行為なのです。このように語っているぞ。マジか。確かにスピルバーグ監督の宇宙戦争って映画で、宇宙人が人間を襲いまくってたよ。つまりホーキング博士は、人類は宇宙人とコミュニケーションを取るべきではないという考えを持っているってことだな。エイリアンに関するインタビューでホーキング博士は、もう一つ興味深い内容について触れている。それがブラックホールについてだ。むむ？一般的にブラックホールは、光さえも飲み込んでしまうと言われている。知ってるよ。ブラックホールについては、このチャンネルで何度か扱ってきているからね。ブラックホールについてより詳しくなりたい方は、ぜひこの動画を。よしよし。じゃあここで、ホーキング博士が語った、ブラックホールに飲み込まれたらどうなるかということについて紹介しよう。ブラックホールに吸い込まれるのは、カヌーに乗ってナイアガラの滝に落ちることに似ています。必死でオールを漕げば抜け出せるのです。ブラックホールはいわば究極のリサイクルマシーンで、飲み込んだものを再構成して、もう一度同じものを出現させます。このように語っているよ。つまり、理論上抜け出すことは可能ってことかな。でも、ちょっとやそっとの力じゃ絶対抜け出せないだろうね。少なくとも、光の速さよりも早く抜け出さないといけないんじゃないかな。まああくまで理論上の話だからな。ホーキング博士が、例えに使ったナイアガラの滝は、北アメリカ最大規模の滝だ。そんなどでかい滝を、カヌーで抜け出すなんてはっきり言って無理だ。でも、理論上は可能。ブラックホールから抜け出すことは、これぐらいの難易度だってことを彼は言いたかったんだろうな。なるほどね。ブラックホールから抜け出す方法がある。さあ続いて紹介するのは、ブラックホールから抜け出す方法があるだよ。なんだかさっきの続きのような感じがするね。さっきとはちょっと違うんだ。これについてホーキング博士は、ブラックホールに吸い込まれた情報は、内部に溜め込まれるのではなく、境界上にある事象の、地平面の上に投げ出される。このように語っているよ。むむむ、事象の地平面ってなんだっけ？事象の地平面とは、物理学や相対性理論の概念で、これ以上先に進むと観測不可能になる、ギリギリの境界面を表しているんだよ。なるほど。続けてホーキング博士は、もし、ブラックホールが広大な宇宙を周回していたとすれば、別の宇宙へ通じている可能性があるが、一旦ブラックホールに落ちると、あなたはこの世界に戻ってくることはできないだろう。私は宇宙旅行の物語が大好きだが、自分では行きたくない。これは、ブラックホールから生還できたとしても、そこは以前までいた世界ではなく、並行して存在している、パラレルワールドに不時着するということだよ。おお、随分話が飛躍してるね。ブラックホールから抜け出すことはできるんだけど、抜け出した先は、パラレルワールドに行き着いてしまうかもしれないってことだな。でもパラレルワールドって、入ってしまったら抜け出せなくなっちゃうかもしれないんでしょ？そんなことが言われているな。てか、パラレルワールドって存在するのかな？否定はできないみたいだぞ。え、そうなの？これについては、多元宇宙論から説明しなくちゃいけないからな。多元宇宙論に関しては、この動画で紹介しているぞ。後で見てみよっと。LHC 実験を続けていると、宇宙全体が崩壊する。続いて紹介するのは、LHC 実験を続けていると、宇宙全体が崩壊するだよ。むむむ、LHC？ ちょっとよくわからないよ。これは、大型ハドロン衝突型加速器の略称で、英語にするとラージハドロンコライダーだ。ふむふむ。LHC は、原子より小さい粒子同士を加速させ続け、とてつもないスピードで走らせ衝突させる装置だ。この機械を使って、ヒッグス粒子というものを発見したんだけど、このヒッグス粒子をホーキング博士は問題視している。え、なんでなの？千億ギガ電子ボルトを超える、高エネルギー状態では純安定状態となって、真空の泡が高速で膨張していく、破滅的な真空崩壊が起こる可能性があるからなんだ。破滅的な崩壊？このことからホーキング博士は、LHC は宇宙全体の崩壊を招くかもしれないって予想しているんだよ。
なら、実験をやめてほしいよね。まあ将来の科学を発展させるためには必要な実験だと思うし、そんな簡単に中止はできないんだろうな。ここで、ヒッグス粒子に関する、ホーキング博士の見解を紹介しておこう。ヒッグス粒子には、1000億ギガ電子ボルト以上で、純安定状態になるという特徴がある。真の真空状態となると、よりエネルギーの低い真空が高速で広がり、宇宙が崩壊する危険性をはらんでいる。これはいつでも起こりうることで、我々がその予測をすることはできないだろう。しかし心配する必要はない。現代の技術では、そんな崩壊が起きるような高エネルギーの加速器を作ることはできないし、そもそも作れるかどうかもわからない。このように語っているよ。ふむふむ。つまり、ヒッグス粒子は宇宙を崩壊させる威力はあるんだけど、現代の技術では、そこまでのエネルギーを生み出せないから安心しろってことだね。まあそんなところだな。これに関しては、他の学者も言及しているみたいで。現代の技術で、高エネルギーの加速器を作ることができると仮定しても、それを作るためのお金がないらしいよ。なんじゃそれ。それに、それだけの加速器となると、地球よりでかいサイズになってしまうらしい。なら宇宙コロニーで建設するか？コロニーの中でそんなもん作ったら、人類が乗れなくなるだろ。確かに。地球に似た惑星から宇宙人のオペラが聞こえる。続いて紹介するのは、地球に似た惑星から宇宙人のオペラが聞こえるだ。地球に似た惑星、オペラ？どんどん大胆な予想になってきたね。てか、宇宙人のオペラってなんだよ。宇宙人のオペラ歌手でもいるのかい？これはホーキング博士が、ドキュメンタリー番組に出演した際に発したセリフらしくて、このように語っている。星を眺めるたびに、そこには私を見つめ返す何かがいるのではないかと想像を膨らませていました。そして大人になるにつれ、人類だけが特別な存在ではないと強く思うようになっていきました。いつの日か、グリーゼ 832C のような惑星からシグナルを受け取るかもしれません。しかし、彼らに応えるには細心の注意が必要です。とな。グリーゼ 832C ってどんな惑星なの？グリーゼ 832C は、地球から見てツル座の方向に、約 16.1 光年離れた位置にある恒星、グリーゼ832を公転している惑星だよ。さらに、地球と似た環境を持っている可能性があり、地球より5倍以上の重さがあることから、スーパーアースとも呼ばれているんだ。マジかよ。さらにグリーゼ 832C は、生命が快適に暮らすことができるとされている、ハビタブルゾーンにあって、液体の水が地表に存在する可能性が高いらしいよ。確かにこれだけすごい星なら、宇宙人が住んでいるかもしれないね。ホーキング博士はグリーゼ 832C について。グリーゼ 832C では1年は36日です。息が詰まるような分厚い大気が、地表を覆っている可能性もありますし、太陽の重力の影響を大きく受けているかもしれません。惑星の半分は常に太陽に面していますが、ピクニックに最適の場所とは到底言えませんね。このように語っているよ。ダメじゃん。おっと霊夢、それは凡人の考え方だ。凡人で悪かったな。続けてホーキング博士はこのように語っているよ。地球からでは、グリーゼ 832C の様子を見て確かめることはできませんが、進化した知的生命体が存在するなら、彼らの発するシグナルを聞くことはできるはずです。世界一敏感な電波望遠鏡を用いて、我々は何を聞くことになるでしょう？おそらく宇宙人が奏でるオペラ演奏や、電話のベルの音だと思います。へえ、てっきりホーキング博士は、宇宙人とコミュニケーションを取ることに反対だと思ってたのに。意外と前のめりじゃないか。そうだな。他にもホーキング博士は、知的生命体の発見は、歴史上最も偉大な発見となるでしょう。人類の在り方を変えてしまうかもしれません。人類だけが得意な存在であるという考えは捨てて、思いやりと謙虚さを持って行動しなければならなくなるでしょう。わかりました。スーパーヒューマンの出現。さあいよいよ最後に紹介する予言だ。おお、とうとう最後か。それは、スーパーヒューマンの出現だ。気になる。これはホーキング博士が生前最後に残した予言と言われているんだけど、現在世界では遺伝子工学に関する研究がどんどん進んでいる。これがさらに発展していくと、スーパーヒューマンを作ることができるらしいんだけど、これについてホーキング博士は、人間に対しての遺伝子工学技術の適用は、おそらく法律で禁じられるでしょう。しかし、それでも一部の人々は、記憶力や病気への抵抗力、長寿などの点において、人間の品質を高めてみたいという誘惑に抗えないでしょう。一旦スーパーヒューマンが出現してしまえば、従来型の人間には太刀打ちすることができず、大きな政治的問題に発展します。おそらく従来型の人間は絶滅するか、社会の脇に追いやられるでしょう。
それに入れ替わるようにして、自分で自分をデザインした人間の種族が急激に増え続けるでしょう。怖いよ。そうだよな。どうやら、スーパーヒューマンの出現は、格差社会が原因だと考えられていて、一部の富裕層が今後、スーパーヒューマンを作り上げる可能性があるらしい。遺伝子編集技術を手に入れ、記憶力の飛躍的向上や病気への耐性、知能を高めた。めちゃくちゃ長生きするスーパーヒューマンがな。こんなサイボーグみたいなやつが現れたら大変だよ。しかも、裕福な人たちの都合のいい性格とかだったら、社会がめちゃくちゃになりそうだよ。ホーキング博士はそれを危惧していたんだろうな。さあ霊夢、ホーキング博士のありがたい言葉はいかがだったかな？ネガティブな予言が目立っていたね。まあな。でもこれは、ホーキング博士がより良い地球、宇宙空間が形成されていってほしいと願っているからじゃないかな。確かにね、捉え方によってはそう思えるよ。ホーキング博士の遺言は他にも、今すぐ大聖堂を建設せよ。トランプ支持者は低レベル。人類を滅亡させないため、世界政府樹立をなどなど、様々な遺言や意見を主張していたんだぜ。なるほど。今回は長丁場だったからちょっと疲れちゃったけど、ホーキング博士の考えをより深く知ることができて楽しかったよ。おお、それは嬉しいね。これからも宇宙のことをもっと教えてくれよ。任せとけ。